やべ、あれ見てないわ。誰がやってるか配信。なんで？あ、誰やってる今配信一番ない。あ、まだ返さ。ジャス。ゼロワンさんとエビゾーさん。ヒデママは配信始めたばっかり。あ、ボナカになってきた。そうですか。キャリーちゃんも今始めたの。はよ。ルイタの枠で1号。あ、行くよ。あ、ごめん、ありがとうね。はい、枠で1号ちゃんがレピ。あ、1号なんだ。ワペって。ワペってなんだよ。初めて聞いたの、ワペって言葉。こんばんは。ワッチャー。あ、ルイジおめでとう。あ、ありがとうございます。バクナギさん、ありがとうございます。バクナギさん、バクナギさん、アラブルセッケビルゲイさん、バクナギさん。ありがとうございます。よかった。祝ってもらって嬉しい。バクナギさんに今年もよろしくお願いします。まあ、まだわかんないですけどね。でもありがたいですみんな。いろんな女、なんでだよ。どういうこと？あ、本当ですか？パパになってます。今日赤ちゃんにガン見されてたもんね。今日赤ちゃんにガン見されてたって。めっちゃ可愛い男の子。めっちゃ可愛い男の子にガン見されてたんだって。その瞬間、エミが、ルイさんパパになりそうって言ったんだけど、それ外で外食して帰ってきた時なんだよ。いい匂いしてたんじゃない？わ、あのおじさん口から食べ物のいい匂いがするって。あ、もう挨拶は考えがまだ。あ、アカウント出してくれなくなっちゃったね。うん、確かにハイハイするとこベッドの上しかないね。危ない。うん。薬局の検査が 99% 確率だし、何なんだろうね。なんでそんな 100% に近い、その1%だったらね、もうやばいよね。おめでとうございます。あ、ありがとうございます。いつもありがとう。女たらし直せばいいパパなれる。望遠鏡なんだよ。赤い国家。お酒やめてるのだって。あ、お酒やめてますよ、確実に。本当そんなこと書いてあった？もうエミリーがすごくね、あの、いや、先クッキーだし確実ですよ。確実なんだ。すんごいなんかね、お酒やめた頃アピールするんです、すごく。まだ1日か2日目ぐらいなのに、すごい。もうお酒やめたんだって、エミリーは。褒めてください。2日目。2日目。ありがとうございます、ブラックも揃ってるし。ありがとうございます、バカにさん、ありがとうございます。これなんかあれなんですよ。いっぱい買うと大変なアイテムらしくてごめんなさい。 ありがとうございます。 ありがとうね。 仲間が増えた。 ありがとうございます。 ちょっとあのいい順位狙えそうなんで、ちょっと最後頑張っちゃってごめんなさい。こじっちゃって見たら偉いね。やめると言うか、やめるかどうか、やめるかどうかで。そう、別にね、あの本人が頑張ってくれればいいです。ああ、ずっと投げてくれる。ありがとうございます。ああ、これイベント大変らしいですよ。そのアイテム皆さん、ありがとうございます。なんかこのイベントのねアイテムがすごいみんなめんどくせえっていう。あの子がまあ、いやまあ、でも飲まない日もあったしね。ありがとうございます。ないよ、飲まない。飲まない日ないの？なかったよ。なかった。今まで飲まない日がなかったのに、出所して飲み始めて、そっからずっと。うん、1ルイージに乗り換えていい？あ、乗り換えてください、どうぞ。あ、ありがとう、バカにさん、ありがとうございます。あ、いつもありがとう。お返しし、ま、しに行きます。なんかあれイベント中なんだっけかな、お返しに行きます。すいません、枠とかで言ってくれたら、つけた時言ってくれたらぜひ お礼しに行きますんで、すいません、本当。あ、ありがとうございます。あー、せいちゃんからおいしい。何があったんだろう。あー、ありがとうございます。あー、先ほどのあれかな、 DM くれた方かな。ありがとうございます。ありがとうございます。言っていいのかわかんないですけど、ニューヨークにいる方かな。ありがとうございます。あー、機長さんにはね、ちょっとあの機長さんの爆弾聞いたんで、いろいろ機長さんいるや、僕の方にお願いします。すみません、ありがとうございます。せい
ゆうちゃんみたいに買えないよそんなの。あパパすごいすごいいっぱい投げてくる。 ありがとうございます。ずっとありがとうございます。すいません、バカ投げさん、ありがとうございます。あバカ投げさん、ありがとうございます。そう爆弾が、まあでも争いたくないけど、だからへこむけどな。なんかありがとうございます。ありがとうございます。すみません、本当。絶対言ってもありがとうございます。すみません。すみません、本当。感謝しかないです。ちょっと姉ちゃんと電話してきます。お姉ちゃん？うん。うん、寒かったら信じするか、俺外行くからね。言ってね。うん。ありがとうございます。ふわふわも。ブラックもふわふわもありがとうございます。ああ。ああ、見たら行かないでって言ってる人いる。寒いから行かないでって。あ、外は行かない。外は行かない。やろうぜやろうぜ、争うぜの意味がわかんないです。ありがとうございます。あずっとね、ありがとうね、ほんと。エミリがね、あの聞かれたくない話だから、ちょっと隣の部屋行くって、トイレ行っちゃった、トイレに。うん、電話することがあるんだって話。別に隠れて吸わなくていいのにね、突っ込まれたくなっちゃうんじゃない。でもタバコじゃないよ。あとりあえず、あー、ありがとうございます。あー、爆弾です。ありがとうございます。いやいやいや、ありがとうございます。ね、真央くんもね、なんか、あれだから、大変だからね。ありがたいです、ほんと、すいません。ありがとうございます。あー、爆弾です。ありがとうございます。すいません。爆弾です、爆弾です。アラブル石油ビルゲッツ、炭素爆弾です。いないとやっていけない。ありがとうございます。すいません、ほんと、いつももらっちゃって。すいません、ほんと。焦ってるんじゃないかな。うん、妊娠してるみたいでね。明日でもね、病院行って見てみないと分かんないけどね。いや、ああそうでしょ。ああバカにされた。でも本当イベント競っちゃうとね、これ大変になっちゃうんで。本当すいません、本当感謝しかないです、本当。一緒に病院行こうとは思うんですけど、その病院入れるかどうか分かんないみたいで。お姉ちゃんと電話って言いながら、あれ、もう自由は僕にはないですね。自由という三ヤホー。そうそうそう、でも、まあ、近くまで迎えに行こうか。嬉しいのかな。まあでも嫌じゃないね、1ミリも。まあ不安とかはあるけど、でもね、みんな乗り越えてるわけだから、俺も乗り越えなきゃなと思う、ね、どんな夫婦でもね。ありがとうございます。何これ。あー、グレイト、ありがとうございます。嘘でしょ。ありがとうございます。うさぎだるまさん、ありがとうございます。トコミさん、トコミさん、アラブの設計ビルゲンさん、トコミさん、バカナギさん、いないとやっていけない、超チルなバカナギさん、いつもありがとうございます。本当いつもありがとうございます。そう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 。ねえ、エミリーの自由も奪っちゃってるから、そう、気合い。おじさんパパになる、そうそう、みたい。一生なの。じゃん。沐浴できる家じゃないと新生児向かそうなの。さっきあれって聞いたよ、なんかあのなんか桶みたいな、でっかい桶で大丈夫だよみたいな、ね、子育ても楽しい。そうね、まあそれも新しい趣味になったらいいね。子供と散歩配信とかさ、子供をね連れて歩くみたいな配信。でもやった、結婚は忍耐ゲームだと。そう言われますよく。爆弾さんからも電話かかってきて、あのね、ルイジとエミリーちゃんね、あの意見が分かれたとするよ。そしたらね、今まではね自分の意見を通すこともあるかもしれないけど、あのこれからは全部エミリーちゃんの意見が正しいんだぞって。俺とエミリーの意見があったらもう全部エミリーの意見が正しいから、もう逆らうなよっていう。はいって、それが秘訣だと。あ、おめでとうって。 ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。応援してもらっちゃってもすいません。今日本当アイテムばっかりこじっちゃって。赤ちゃんのために忍耐。本日はうちのジェット系がコメントする人、ごめんなさい。あー、ジェットさんがスルーしたの。あれ、わざとなんか聞こえてなかった。なんかテレビ見ながら、あー、いつの間にかコメント流れちゃった。素
素敵で優しいパパになるかな、なれるかね、努力したいね、かっこいいパパになりたいけどね。あーウサギワールド、嘘でしょ、ワクラゲ、うわお、うわお、すごいワクラゲさん、ありがとう。あのお返しできないから、そんなお返しできないから、どうしたらいいのかな、お返しには。エミリー渡せばいいかな。配信者から今エミリーとコラボしたことある、配信者から来ちゃった、すごいいっぱいでかいの、ありがとうございます。アカウント出してくればいいのに、ごめんな、ありがとうございます。あーね、ありがとうございます。いっぱい投げてました、さっき枠見てましたよ、エミリーさん。なんか同窓会かなんか、同窓会なのかわかんないけど、同級生かな、うん、エミリーさんはね、お母さんに借りて400万返しちゃって、余裕で返しちゃって、お店やってる。映してないよ、映してないよ、はっって言って、はっって言って、ありがとうございます、エミリスちゃん、エミリスさん、アラブの石油ビル、ゲストさん、エミリスさんがいないってやってくる、ありがとうね、応援してもらって。テレビ見てる、今、モニタリング見てる、はっって言って、隠れちゃった。一瞬で隠れちゃった、もう言ってた、あー、100個ありがとう。あ、バクナギさん、ありがとうございます。ここもありがとうございます。本当、バクナギさん、ずっと。ペガサス。映したら、わかんない。ふと。あの、服とか乳首、映っちゃうやつ。乳首立ってるとわかっちゃう服。パジャマだから。すいません。さっきからね、ずっと教えてくる方は、真央くんがちょっと NG に入ってるんで。簡単じゃないからね、一人の人格を作り上げるのが親戚が。そうなんだよね。俺も思うんだよ。ひろゆきさんも言ってて、俺結構ひろゆきさん好きなんですけど、ひろゆき好きなんだよ。あの俺のツイ YouTube に上がってくんだよ、よくちょっと見てたら、あ、音楽いっぱい聞くといいよ、あ、そうなんですね、 ありがとうございます、バカナギさん、ありがとうございます。音楽いっぱい聞くといい、ね、なんか環境も大事だから、なんかあのなんだろう、やっぱり不良がいっぱい周りにいると不良になりやすかったりね、環境も大事だから、なんか育てる地域もすごい大事だよって言ってましたね。もう静かにしてあげたら、一人じゃない、あっちエミリーさん寝てます、起きてるんだけど、ちょっとあの疲れちゃうからって、今日東横に会うよってそういあったんだけど、なんかタイミング合わなくて、ご飯ぐらい食ってもよかったけど、でも大家族の子たちみんな性格違うし、親の環境、いやあとね、兄弟の環境もあるんって言うよね。ルイジ2世面白そうですか、なんかえあれだよね、なんか変わった子にはなりそうだよね。エミリさんも変わってますし、板橋は子育て支援が充実してる。それってさ、今の時期からいきなり板橋にさ住んでも大丈夫なの？板橋のさ、あの地ひずいざぐいダメなの、そんな大丈夫？じゃ今から板橋区になるか、板橋区の住民になるか、移すか戸籍、いちいちね、でも本当にその場所を移すとか。辻のぞみが住んでるって、辻のぞみの隣の隣の一番近めのマンションに住むか。ベビーカーで朝配信楽しみにしてるとか、実はね、ベビーカーで行こう。あ、結構真央くん爆投げされてるね。ルイジのこの家では無理、板橋は環境いいみたい。でもそんなみんないい場所って言うとさ、板橋に住む人さいっぱいね、なんかお金持ちが住んでそうでさ、嫌じゃない？なんか一番貧乏な地域がいいね。貧乏な地域でマシな、なんかお金持ちだね、小山んちって言われたいよ。よっしゃ、土地も住みやすいんだ、抱っこの日も配信、席入れたらそこに住めないの？いや、席入れて二人とも住民票移さないといけないで、眉がうちのとこもいいよって言ってて、なんで眉ちゃん家にわざわざ行くの？眉ちゃんがどこの区に住んでるかもわかんないし。新宿区はダメなもんかね。新宿区でよくない？周りでも風俗場とかさ、あれかホストとか多そうか。世田谷区がいいね。そんな
ご祝儀突撃していい、おい、言ってもらえれば、 DM くれればやめて。だからね、新宿区の学校行かせたい、なんかやんちゃな子いっぱいいそうで楽しそうじゃない。目黒区いい、みんな自分の区ばっかり。あ、 LINE します。あ、LINE、ご祝儀突は大魔王さんにこもりさせよう。おはにょーって言って、おぎゃーおぎゃーって。今ルイージンちの犬じゃねえや、子供預かってます。新宿でも黒川では無理。いやいやいや、黒川ハイツすごい好きだから、お世話になったし愛着は湧いてるよ俺。茨城はいいとこないね。犬と間違えちゃってごめんなさい。なんかいまいちこともない。なんだこれ、もうこれ洗うの失敗したの、なんかすごいペタペタのいっぱいついてる。愛してる、ラブだよ。あ、ポンコツさんありがとうございます。リュウヤがルイージをディズってるけど許せんな。うん、まあいいでしょう。子供いて住所バレてるのは怖い。何もされないでしょさすがに。なんかあれなんかね、ちょっとひっぱたいたら自走に行くぐらいじゃない。世田谷区いい、なんか金持ちいっぱいいそうじゃん。エミリー寝てる。にすんご頑張っちゃってるね今。マオくんそんな投げられたらプラチナになれそうなのにね。もう2勝目とな、ありがとうございます。なんか平均なのか、なんで俺がプラチナなのかよくわかんないもんね。妊娠中眠い。そう、3位がキープぐらいでいいね、そんな離れてるんだったら。今日は無理しないでおちゃんか、3位キープできたらいいね。世田谷はまゆ、あーまゆちゃん世田谷区に住んでる、いいとこ住んでるね。2位は宇都宮市という結果。うそ、2位宇都宮なんだ。宇都宮ね、前ちょこっと家近いからあれだけど、宇都宮なんか蒲田よ、悪そうじゃね。みんなで見よう、グラサージュに住んでいますよ。ここえみ太郎は寝てるって横にベッドで目の前、そんなみんな見たら気になる。 ありがとうございます。堀越行くなら中野区だね。あ、そうなんですね。あ、バカにされてます、すいません。あ、3位キープできたらいいんで、すいません、ありがとうございます。なんかあんまり競ってたらあんまり頑張りたくないみたいな、肩透かししたいみたいな。多分真央くん頑張っちゃってるから。妊娠とだよ、この前エミトロ顔がきつくなってる、うん、そういうこと。ちょっときつくなってるかどうかわかんない。中野なら近いんじゃない。あれ中野ってやっちょさんの家じゃない。新やっちょのマンションに引っ越すか。やだね、ご近所にやっちょさんいたらね。でもやっちょさんよく新宿に毎週来てるじゃん。ちょっと場所交換したらいいか。でもやっちょさん家広かった。やっちょさん家新居俺知らないんだよね。今家賃いくらなの。光熱費込みで15万しないくらいですね。埼玉行く。うち男3人だけど毎日戦争だわよ。3人大変そう。でもなんか男の子3人だと切磋琢磨してなんかいい子が育ちそうじゃないですか。だいたい運動とかもさ、やっちゃう幼女好きだから、自分らの娘ができたらってこと。2人で折半してもっと整えてる。家にパトカーよく来るから。久留米家賃安いよ、金は頭。そうなんですよね。家雑する人だったら多分いいんでしょうけど、俺結構外雑が好きで、男3人だと下が一番しっかりして。ああね、なんかスポーツ選手とかも大体ね、なんか長男よりね、次男三男の方が結果残したりするしね。だから俺が兄弟いた環境がないから、兄弟ができるとかはよくわかんないから、一人っ子でもワンちゃんいいんだけどね。一人っ子、俺らの世代はほんと一人っ子でちょっといじられたけどね。一人っ子って、今一人っ子多いでしょ。座り軽いといいね。なんなら茨城に帰ってこう家雑配信しなよ。家雑配信ね。そういう王子とね、ラウメルちゃん引っ越し費用稼いだかもしれないけど、
俺らにはね稼げないでしょさすがに。一人の、いやいや外配信は、ね、したらいい。なんか新宿いろんな人いるから、まあその家じゃハイハイ始まったら赤ちゃんもいます。あー確か値段は今と同じ広い。ルイージの方が広い。ああそうなんですか、値段は今と同じで。ああね知ってらっしゃるですね。あー僕の人なんで知ってるんだろう。いろんな配信見る方なんです。配信中子供熱出した吐きましたとかあったらどうするの。配信中だからでエミトロに任せ、まあうまくお互いにねそりゃ仕事中とかなんとかエミリーに任せっきりになっちゃうし、でねエミリーがなんかどっか行くとかだったら俺がね家でこもり配信したり。子育て支援が手厚い自治体は1は松戸、あ松戸なんだ、え2宇都宮なんだ、初耳。松戸はね俺のイメージあんまり治安良くないイメージがあるね。あれ松戸ってさあの秋葉原らへんだろ確か、違うっけ松戸って。名前入り日付入りのエコー写真まだ明日かな。そんな心配してくれるもん。あ千葉、あ千葉の方の松戸、あ違う、あ全然違う、千葉の方か。なんかえ千葉の方に全然近いくない松戸って。俺1回か2回行ったことあると思うんだよね。飯いっぱい食わせられるなら今来ました子供的。ああそうみたいです。守谷とか筑波でいいじゃん。守谷、日暮里の近く。松戸柏いいよね。よルイジよっす。都内から近い。子育て世帯都内も区で違うから調べるといいよ。ああそうなんですね。なんかほんといろいろ勉強不足ですね。ちなみに新宿ってダメなの？いや新宿そんな治安悪くないよね。柏近藤がいる最悪だね。茨城あダメなんだ。新宿ってあダメなの？治安悪い。なに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 。3位は浦安市。おー浦安鉄筋家族ってなんかイメージ悪いけどいいんだ。まあディズニーランド近いし人気そうだよね。新宿は広い。なんかルイジさん顔疲れてるね。急にいろいろ起きて悩んでる。いやそんなことないです。よく寝すぎて眉毛描いてないだけかもしれない。昔より良くなった。ああそう新宿が良くなったってこと。そう新宿しか知らないからね。ルヤマって初めて聞いたよ。流山。新宿は薬の誘惑あるし亀有がいい。そうそんな普通に生きてたらそんな変な誘惑なくない。新宿で育った子供も見たいでしょ。東京都は子供一人につき5000円出るとのことね。えいいじゃないですか。月5000円もお金があって。私は新宿で時夜道で襲われたよ。うわーお本当それひどいね。それ大丈夫、最近の話じゃない。それ竜也じゃない犯人。大丈夫、子供には茨城の方がいい。茨城の方がいいかな。都会で住むのもね俺はね。でも他の自治体は調べたら東京の5000より手厚いところある。ええ。毎月いくらくれるところがあるの？っていうかその宇都宮とかの手厚いってどういうことが手厚いの？いろいろ見ないと分かんないね。子育て環境としては分かんない。東京都にすれば給食代くらいかも。空気が悪い。いやー茨城とかもさ車、俺ん家がさほんと道路の目の前に捨てたからすごいね車の交通量激しくてね、すごい排気ガスばっかりだったと思うけど。東京は手厚くてもその分物価も高いからね。ああね確かにスーパーとかねマジで高いね。プラス国から月5000円、最近決まったじゃん。え5000円プラス国から5000円で1万円ってこと？ 1 万円入るってこと？東京にいたらまだ先は長いから。そうっすね。んでわざわざ1万円入るってよエミリー。毎月5000円国区からもらえて、国から5000円もらえるから毎月1万円もらえるって。国から5000円と、区からもらえる、区から5000円。めっちゃいいや。新宿やったやった言ってん。やった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 。これがねちょっと俺の中でマイブームなんです。エミリーのやった
かぶっちゃった。その分物価家賃高いから微妙。それ見たら可愛いでしょ。可愛いでしょ。なんかあのメガネないメガネないとかって言って探してて、俺が見つけたんやったやったーっていう里帰り出産ですよ。見たらカバチでしょ。福岡でも探さないという病院ね。里帰り出産するなら福岡でも探さないといけないらしいよ。うん、まだ心拍確認してないし、ね、そうなんですけど、まあ分かんないよそこら辺。でも 99% らしい。あれ配信やめて内定職つきな。自由奪われるのやだな。週に夜勤やるからそれで許してよ。これ以上顔たるみたくないし、目のクマ増やしたくないよ。いえ港区は32,000円、違う、32万円もらえるの。何これ32万円、何毎月もらえるのこれ。何これ32万円って、何港区の32万円って。金持ち支援制度ない支援制度って。32万円それいつもらえるの。毎月なわけねえよな。青春で働きないとか親になる覚悟足りなずに、それでも生活できればよくねえか。うん、32万毎月入んだったらいいと思った。新宿はいくらなのそれで。橋に行くと交通費かかるから都心の方がいい。そうですよね、俺もそう思うんすよ。あのなんか家賃が安いからってね、なんか俺もね東京に来た時にあの不動産に行って安いよ安いよって言ってどんどん端っこの方に追いやられてって、全然使わない路線とか乗せられると交通が不便なんですよ。ここって本当歩いて5分で歌舞伎町行けるんで、めちゃめちゃ治安いいんですよ。何回もこう引っ越しとかしてくるとね、すごいちょっとぐらい家賃高くてもね、場所がいいとか、あーありがとうございます、ありがとうございます。よかったら3位で逃げさせてください。よかったら3位のね、4位の人が逃げてきたら、あの上がってきたら、よかったら応援してください。ラスト10分ちょっと、ありがとうございます。ああありがとうございます。122、お前最低だな。どうした122。ありがとうございます。徳明さん、徳明さんがアラブの席をビルゲイツだったら、徳明さんがいないとやっていけない。応援ありがとうございます。すいません。122が何て書いたんだ。122。里帰りさせて浮気し合うぜ。最低だな、お前、ほんと。122、最低だな。エミ太郎が書いたのかな、これ。歌舞伎一緒に行きたくない。なんでだ電話かかってきた。あ、おめでとう、ありがとうございます。ありがとうございます。最初はバクナギさん、ありがとうございます。バクナギさん、アルプスインギュピルギュッ、すいません、ありがとうございます。もらっちゃって本当ごめんなさい。ゼロワンの家は遠いけど家賃8万円くらいじゃなかったね。そう、あの不便だとね、車ないとねダメだからね。せっかく東京に住んでんのにさ、わざわざ車がないとって。ありがとうございます。いいかも。新宿も保育園増えてるからいいかも。いい、俺8年保育だったんですよ。7年保育かな、7年保育だ。俺ずっと預けて、0歳から預けてて、ほんと7年保育ってあるのってみんなに聞かれたくらい。新宿育ち、グレそう育て方じゃない。ちょっとオタクぐらいな子がいいけどね。俺なんかオタクで面白い子に育てたいけどね。スポーツやるときはあれだけど。そう、7歳って小学生でしょ。7年保育だったんで俺。お母さんに電話してもね、0歳から預けてたから。そう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 、そう言いますよね。7ヶ月から受けて、俺も親があの共働きだったから。貴重の一軒家は15万くらいじゃなかった。あ、家賃が貴重さん稼げてるもんね。学童ってなんだろう。7保育バカな。そうなんです。あのみんな信じてくれないんだけど、お母さんに言っても、いや7年保育だよって、0歳から入れてんだって。実家か。うちもゼロから預かっていただいて。ああ、そうなんですね。いろんなとこね行ってますから、ね、そうなんですよ。保育所。そう、あ、そうなんですね。ありがとうございます。ああ、アイテムね。なんか、え、俺まだフォローしてなかったの。嘘でしょ。あ、すいません、こんくらい邪魔して。子育て
支援制度は一人親が対象では、しかも年間、あ、そうなんだ、32万ってそういうこと、32万、あ、生後0ヶ月から臨床学生になるまでだから、そうなんだ、そう、あるんですよ、ほんと、あ、ブレザースパカナさん、そうなんです、みんなにね、突っ込まれるんですけど、連れに港区生まれ港区育ちの行き過ぎの坊ちゃんもいる、本気で都会は金子2人の茨城車に行かないと、そうなんですよね、そっちの方がいいとは思うんですけど、仕事探すのも大変だしね、実家だとね、お互い家もあるしね、エミリーの実家もそうだし、麹町がいいんだ、二代目黒川ハイツオーディションするか、やっちゃう、1年に3期に分けて支給されるんだって、ああ32万を3回に分けられるとしたら10万ずつでしょ、なんかそう考えると32万って高いのか安いのかちょっと分かんないですよね、1年でかけたら月3万ぐらいってことでしょ、言ったらしょぼくない、3万じゃ、エミリー今トイレで電話してる、聞かれたくない電話があるんじゃない、茨城の中でも場所選べば住みやすい、いやそう思うっすよ、あの筑波とかだったらね、結構あの浮気じゃないじゃん、都会で金なし生活させるのも子供かわいそう、確かにね、やるだけ最高、まあね、実家不便なんだよね、車ないとあれだし、エミリーが車乗れないから、神奈川行く、神奈川も治安悪くない、横浜とかさ川崎とか治安悪い、男の人が住むには最高な街だけど、川崎とか学費高い、ちゃんとお金貯めないと、うんうんうん、でも今学費なくてもほとんどさ国が出してくれるって話じゃない、場所によんのかな、あたち岡山で娘茨城県遠いね、確か俺が面倒見てやろうか、娘相模原はねいいよ、でも相模原ち、俺も相模原に住んでた時期あるんですけど、学生時代に八王子の方に住んでたことあるんですけど、今なんかイメージ悪いでしょ相模原って、場所によりますね、あーね、持ってるものが違うとね、私立でなければお金はそんなにかからない、そう、私立一切絶対入れません、楽しみ、相模大野、俺ね橋本に住んでたんだよ、一発ってつけ麺がねすごい美味しくてね、今でもね恋しいね、学生の風呂も世界史、黒川いいでしょ、子供のうちからさ湯船に入れなくても、一発ってラーメン屋さんが多いです、1、2、漢字の1だ、